チャミスアカデミー、秋田に語るシャープ7です。よろしくお願いします。このアカデミーなんですけど、ノーカットでいきますので、僕もこう教えるのがどんどん上手になっていくと思うんで、ずっと見て一番いいところを取ってください。これ教えられないことをやってるからね。ただでやってるんで、そこはご理解いただいて。文吉は教えるのが一番苦手なんで。だから今ここまでいったでしょ、ね、前回の復習からね、こう。行く時に4つまで行くと、よし準備するぞと、行くぞって決めたら、ここから10から。3つぐらいやって、だから。3つと1つしか言ってないね。3つね。で、次行くよ。次も1個ずつ下がるときは、下がるよ。次これ弾かれてる。そうですね、弾けない。弾き入れないと16ね。あ、違うわ、14だ。さっきのこれ14のポジション。で、ここでは16とか18かな。18とか19。これ絶対入るね、今の。これが2方っぽい。ここまで。だから、もうちょっとゆっくりめで。ゆっくりめで。はい。やっぱり、最初からね。ここは絶対入るの。ツルタラですね。ツルタラ。ツルタラは2の、上がってくるでしょ。今のとこまで。だから9まで行くの、今のとこ。今とは始まるんだけど、今のとこまで。今のとこまでね、シャープ7。はい。高音とここまで行くのね。ツルタラのとこまで。最初のツルツルからね。速度どう？
うん、いいと思います。これぐらいでいい、はい、あんま大きすぎても。最後まで入るんですか、うん、もう入ってるでしょ、うん、なんか入るまでもう2は入る、回路入ってるよね、最後まで2の回を入っていく。ここまで。ここまでいきますか。いきますか。はい。ここね、入るところが。ここまで来たらある程度もう型はできたんじゃないかな。ほぼもう完成に近いかもよ。いきますよ。程度できてきたんじゃないかな、苦手だし。ここまでいきましょう。だからここ意外と入りにくいから、ここ引っかかってですね、つのめってですね、これだ。こうなっちゃう。こうなっちゃう、ちょっとかっこいい。ここつのめったら回ってんだけどし、あいつしくじったなって思うわけです。ここ絶対しくじれない場所。ここが。ちょっと10分です。10分。これまだ前奏ですからね。前奏。で、歌入っても同じような手なんで、
前走頑張ってやれればいけると思いますけど、質問ないですか？いいですか？はい、とりあえず。で、シャープ8は、8これ。次です。あ、これ何？一回切らないとダメ。一回切ります。じゃあ切ってください。はい。シャープ7でしたと言ってください。シャープ7でした。はい。